あ、来た。ちょっと自主練に飽きまして、でもやらなきゃいけないので本当にちょっとだけ配信して消えます。そう、さっきはお昼ご飯食べ食べ配信をしたんですけど、ようやく疲れちゃったよ橋本さんって感じなので、ですが やらなければいけないのでもう消えたいよ、もうなんかもう全部投げ出してどっか行きたい。本当に今日のレッスンの曲もむずかったし、明日もむずそうだし、でも明日のやつをこうなんていうんですか、あれしてる暇もない、振り起こししてる暇もない。いや暇はあるんですけど、なんて言うんだろう、気持ちがない。振り起こしする気持ちがない。でそのずっと今振り V 見るために振り起こしの時に私は基本的に iPad で見てるんですけど、 そっちの方が大きいからね画面が。でも iPad の充電がなくなってきたので、もうで私の充電もなくなってきたので、配信をしようかなって思って来ました。そう、 iPad の充電がもうないんです。悲しい。だから今充電タイム、バジャンさん、ツッチーさん、ハートありがとうございます。ともゆきさん、ハートありがとうございます。そう、おだえりの卒業公演も出演させていただきます。皆さんはオンデマで VR の方が多分見れるかも。ハルピョンのことはオンデマもおだえりが多分メインでそりゃ映るんで VR で見てください。ぜひよろしくお願いします。現地はおだえりのファンで埋め尽くしましょう。むずいマジで。てかやったことない曲をめっちゃやるんですよ。そう、私がやったことない曲、多分おだえりがやったことあって私がやったことない曲をめっちゃやるんです。そう、それがもうなんかむずくて、今日の曲とかもう脳トレすぎてもうやーってなってるんですけど、でもちゃんと23日にしっかりおだえりが満足いくステージの状態で見送れるように私たちは頑張るのみなので、いやマジで脳トレ本当に、もうなんか人生でこんなに難かったことないってぐらい、ちょっとそれは思ったけど、さすがに一番難しかったのは思い出以上、チーム B の時にやったなんか振り変わってるやつ。そう、本家の振りじゃない思い出以上がめっちゃ難くて、次がドボンの1回目にやったジュックローネかな。なんかていうか見たことないみたいな、やったことないよこんな振りみたいな振りが多いんですよ、その今日やった曲が。それがやばい、初めてやるんだけどこの動きみたいな。マジで脳トレ
そう、お便りの卒業公演見てみんな、あ、これかなって多分わかると思います。脳トレでしかない脳トレしてます。それでやったことないからさ、歌詞もさ曖昧じゃないですか。その曲自体は知ってたんですけど、歌詞も曖昧だから、もうなんかどれに集中したらいいかわかんないみたいなそう、歌詞にも集中しなきゃ、歌にも集中しなきゃいけないし、振りにも集中しなきゃいけないし、もうだだだだみたいなでも頑張ります。ちゃんとちゃんと頑張る。配信なんですけど一生やっちゃいそうなんで、これ何時から始めたっけ、30分、長くても30分、短かったら私の気持ちがよしやるぞってなるまで。何時から始めましたっけ、12分から始めた。じゃあ長くても45分まで、短くて私が気持ち入ったらって感じで長くて絶対45分までには終わります。はい、頑張るぞ。おー、よっちんさん、直吉さん、てつやさん、ハートありがとうございます。一回気持ち切っちゃえば、もう今気持ち切ってます。一回気持ち切っちゃえばちょっとは楽になるので、まあ、これ絶対忘れていきそうだから、この上に置いておく。忘れないでね、持って帰るので。も明日も朝早いので、ここで自主練頑張って帰ってお風呂入ってダッシュで入って、おろし飲まない。この間久しぶりにカフェイン摂取したの、何で摂取したんだっけ、なんかで久しぶりにカフェイン摂取してうまーってなった。あれ何で摂取したんでしたっけ。あ、わかった。お話し会の時に、え、リアルゴールドってカフェイン入ってます、この間お話し会の時にリアルゴールド飲んだんですよね。リアルゴールドってカフェイン入ってんのかな。どうだろう、わかんない。ちょっと今携帯で、そう、あのね、配信の端末忘れてきたんですよ家に。てか配信する気なかったんで、もともとてかもはやもうレッスン終わったらもう普通に家帰ってのんびりしてお風呂入る予定だったんでそう、私が今ここで自主練をしてることがすごい偉い。だからみんなが調べてくれないと、私今検索すべないです。検索のすべがありません。入ってるよ、だってあれノンカフェインだよ。あれ待って、誰が正解誰が正解。でもノンカフェインが2票、カフェイン入ってるよが1票なのでノンカフェイン勝利なので、ってことは本当にしばらくカフェイン飲んでないです。待って、でも今日スタバ行かなきゃいけないんだ。こんな、なんかやばい、今日ダブルスターで、スタバの営業時間調べてとか言おうとしたけど、ここで近いスタバのと言えないわどこのスタバって言えないわやばすぎ。今日2倍デーだった、忘れてた。おお、さすがに45分、さすがにさ、え、8時に終わる店舗ってあるのかな。
45分に配信終わって、そっから自主練もうちょっと頑張ってっていうのを考えたら、危な、今カフェインの話したからスタバ思い出した。よかった、誰カフェインの話しようって言ってくれたの。オロナミン C 飲むって言ってくれた人手挙げて小学校の先生みたい、手挙げて、もう感謝、大感謝です、ありがとうございます。直吉さんありがとう、思い出した、今日スタバ2倍デーだったこと。どうしよう、これで行ってさ、スタバのさ、メロン今日もう売り切れてるんですって、まあメロン以外のも別に星を獲得するのが目的だからいいや髪最後に染めたのいつだろう、もうめっちゃ前です、1ヶ月前ぐらい、めっちゃではないか、1ヶ月半前ぐらいかな、え、いつだろう、ドボンの前に染めて、その後に赤色に染め、一回赤っぽい色に染めたんですよね。え、なんか変な音した、キューンって音した、怖い、全然だからもう色落ちてます。なんかやんちゃになりたくて髪色で反抗しようと思ってそう、なんか極力赤っぽい色入れてくださいって言ったら、でもそれまでずっと私黒目を入れてたので全然入らなくて、そうブリーチせずにやんちゃになりたくて、髪色だけでも、そう頑張ったんですけど無理でした。え、待って、めっちゃメイクさんに聞きたいことある。でも次聞けんのいつだろう。お便りの日か。お便りの日にメイクさんに聞こう。いや、ストパをかける時期。私めちゃめちゃパワパワなんですよ、髪が。そう、だからストパかける時期、梅雨になる前には絶対かけたくて。そう。でもそれをいつぐらいにかけるのがベストかっていう話を、そう聞こうと思って、ちょっとね、意外とね5月結構忙しめ、めっちゃなんかいっぱい入ってるってわけじゃないんですけど、握手会あったりお話し会あったりとか、他にもいろいろお仕事あったりとか、あの最初らへんは波動あるしそう、意外と結構ちょっとわたわたって感じなので、ちょっといつどのタイミングでかけようみたいな、でもなるべく6月に近くにかけたくて、そう、髪の毛長くて綺麗、髪の毛めっちゃ綺麗、嬉しい。でも私本当に今めっちゃキシキシだよ、特にほら見てやばいんですよ。そう、もともとがキシキシ子ちゃんなので、そうなの、あんまし、でもこうやって見たらめっちゃ綺麗。そう。ヘアケアはマジでもう本当にお風呂上がってからしかして何もしてない。もう朝出る時とか何もしてないです。めんどい。でもここまで長く伸ばした理由はマジで成人式のために伸ばそうって思って、そう、成人式まで、え、 K の時、待って、 K で赤く染めて K 終わって切ったじゃないですか。それって私何歳でしたっけ、みんなに聞かないと分かんない、本当に。でもコロナ禍ではあったか、成人式終わってから切ったのか、だから成人式終わってこれぐらいまで切って、そうで、そっからずっと伸びてますね。成人式終わって切ったっていうか、成人式終わって
この毛先を赤にブリーチしてブリーチして赤入れて、でその毛先入れた毛先を全部切ってなくして、でそっからずっと伸ばしてます、まあ、毛先を切ったりとか本当になんか 3ミリ2ミリ切ったりとかはしてるけど、でもずっと伸ばしてる。なんでかっていうと自分がまあね、あんまり考えたくないけど、まあ、いつかはさこの仕事をさせていただいていると、 AKB にいさせていただいているとドレスを着る機会っていうのがね、こう一回は絶対にあるんですよそう、一回は絶対にドレスを着る機会があって、その時に髪の毛は長い状態が良くて、私はそうだから伸ばしてます。なんかそういうモチベーションがあると多分伸べのなんて言うんですか、なんか伸ばすぞって頑張れる。やばいよねこれで、ね、私さゆきりんさん目指して頑張ってって今来てるけどさ、本当にゆきりんさんぐらいの年齢までいたらさ10年伸ばすことになるんだけどやばすぎる。だったらもうあの時切っときゃ、10年前切っときゃよかったって絶対後悔する。うち10年前、もう短くこんぐらいに短くしときゃよかったって絶対後悔するもうズル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 いったらゆきりんさんの年齢まで行くとしたらやばい。でも本当に自分がやりたいことを決めてから、なんかこれをやりたいって思うっていうのって本当に人生の中でめっちゃ大事なことじゃないですか。いいことだし、とっても大切なことだと思うし、だから今いろんなメンバーがそういう道を決めてる中で、私自身はまだアイドルをしたいっていうのがすごく強いから、まだアイドルでいるし、まだアイドルでいるっていうか、アイドルをしたいっていうか AKB でいたい、なんて言うんだろう、 AKB にこうすがりついてるわけじゃないんですけど、なんかなんだろう、ステージに立ってるのが今一番楽しいことだから、私は今一番楽しいことを仕事でできてるのがすごく幸せなので、そうだからこそまだ AKB でいたいっていうのがすごくあって、だから私自身はまだいるんですけど、でもいろんなメンバーがこう卒業をね決めていっている中で、やっぱそれもそれですごいかっこいいなって思うんですよ私自身。なんかだってさ、自分が将来これやるぞって、もうこっから先の人生、もう何十年続く人生これやるぞって決めるって本当にすごいことで、そうだからもしもその日が来た時にはもうしっかり自分の中で絶対にこれ頑張るってみんなに言うか言わないか分かんないけど気持ちをねしっかりと持って、やめたい、やめるときはやめるってなったときはもう気持ちをしっかり持ってやめたいと思います。今はまだ AKB したいっていう気持ちでいっぱいなので、 AKB したいでいきたいと思いますはい、頑張ります。今何時で何時かも分かんないの私、今何時、さっき15分経ったよって来たから多分今30分ぐらいかな。すごい私天才、31分、やばい、結構なんかやるぞって感じ。今 AKB 頑張るよみたいな話してたらなんかやるぞって気持ちになってきちゃった。自主練自主練頑張るぞって気持ちになってきちゃった。え、これぐらいめっちゃ可愛くない？でもいや思うんですよね、本当にこれぐらいにしたい、めっちゃめっちゃこれぐらいにしたいの。そうめっちゃ可愛いと思う、これぐらいにもしたいし短く。でも急に私例えば
明日明日レッスンしてて、あ、私ダンスの先生になりたいって思うかもしれないでしょ。そしたら、あ、やめたいっていうか、ダンスの先生になりたいんだってなって、やめようってなったら切っちゃったってなるから、そうなのそうだからできないそう、急に明日そう思うかもしれない、レッスン受けてて絶対今まで一回も思ったことないけど、絶対ダンスの先生大変なんだもんそう、私アイドルでいる間はメイクさんに髪の毛をヘアアレンジしてもらえるんですよ。そうしていただけるので、なんかいろんなアレンジをファンの皆さんに見てほしいっていうのがあって、いろんな可愛いハルピョンを見てもらって、でなんか、あ、自分はこの髪型のハルピョンがお気に入りだなっていうのを、こうなんて言うんだろう、見つけてほしいというか、そうだからこそなんかいろんなアレンジをしていただきたいの、メイクさんには。そうだからなんか切っちゃったら外羽とみたいな、内巻きととかしかできないじゃん。そう、まあ長さにもよると思うけど、そうそう、だから別にだってさ、アイドルやめたら多分私髪の毛そんなやってもらう機会なんてなくなっちゃうじゃないですか。そんななんかツインテールとかさお団子とかクマとか絶対アイドルやめたらもうやんないじゃん。クマなんてアイドルやめたら絶対やんないんだからそうってなった時に、こうやっぱさ、普通にこうタレントさんしていくってなったとしても、まあまとめ髪ポニーテールだったり、まとめ髪だったり、まあおろし巻きとかだったりじゃないですか。アレンジって言ってもそこら辺じゃん、普通のなんかタレントさんとかって。そうそうそう、だからこうアイドルでいる間にいろんなアレンジをいっぱい見てもらいたい、いっぱいしたいっていう感じ。そうだからこそ今のうちにメイクさんに私の髪の毛で遊んでもらって、もう卒業したら扱い、自分の扱いやすい髪型にしたいと思います、はい、それこそタレントさん、まあ私たちもそうだけど、自メイクの時って結構あるんですよ。握手会もお話し会も自メイクだし、自メイクっていうのは髪自分でやることね。で結構本当になんか AKB って人数が多い分、こうなかなかメイクさんの数も結構大変で、ジャランのさ、北海道じゃない、東北行かせてもらったあの雑誌のやつとかハーフツインやったんですけど、あれ自分で髪の毛やったし、そうそういうことも起きてくるので、そういう時に綺麗に外跳ねできないと、そう嫌じゃん、短い時って綺麗に内巻きとか。でもこれぐらいの長さあれば、なんかなんとなく巻いといたりとかなんとなくなんかストレートツインテールとかでもなんとなく束ねといたりとかしたら、なんかバレないんですよやばい発言してる。そうでもそうなの、なんかそんな、もちろんプロにはなんかちょっとあれ、ちょっとあの巻き方あんまり可愛くなかったみたいなのあると思うんですけど、プロ目線でもわかんないじゃん正直そんな髪だけを見てるわけじゃないから、ファンの人は女の子も男の子も全こうハルピョンを見てくれてるから、あんまバレないんですよね。巻いときゃ三つ編みとかにしときゃ、三つ編みなんて最高に楽なんだから。そうだからそういう時にも結構便利この髪なので長い髪は結構便利ですよ。
だからモチベだよね、ここまで伸ばす。本当にハルピョンが目に映るだけでしょ。え、嬉しい、ありがとう。わかる、うちも何回切りたくなったか、本当に。でもマジモチベだと思う。だから伸ばす人は頑張ってください。ということで、ちょっと結構熱弁したらなんかやる気になってきた。自主練短くしてエクステっていうのもあると思うけど、エクステ高いよね。私はいつも言っている通り、あの勝手に生えてくるものとかに対してお金をかけようと思わないんですよね。マツパとかはさ、もうやんないと無理じゃん。お金かけないと無理だし、ビューラーとかでも落ちてきちゃうし。でもまつげなんて言うんですか、まつげ、まつげエクステ、まつエクとか、まあ、ゆいゆいのねまつエク見てたらめっちゃ綺麗やなって思うんですけど、でも別にそんなめっちゃ私みそう、まあ生えてくるし髪の毛も生えてくるし爪も生えてくるし、そうかみたいな。そこにお金をかけようってならないんだよね。そう、今は生えてくるから、生えてこなくなったら考えます。ということで、それでは終わり。頑張る。あと2曲やりたいけどなっていう感じ。頑張ります。いきます。1位サプライズレバーさん、2位直吉さん、3位ヨッシーさん、4位トラックヤロアとゴリさん、5位ディスクさん、6位バジュンさん、7位鉄道のエイトさん、8位マックミックさん、9位テツヤとハルピョン大大大好きさん、10位あランキング変わった、1位サプライズレバーさん、2位直吉さん、3位ヨッシーさん、4位トラックヤロアとゴリさん、5位トシさん、6位ディスクさん、7位バジュンさん、8位鉄道のエイトさん、9位マックミックさん、10位テツヤさん、11位長月さん、12位ともゆきさん、13位くじのだいごさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。この後も頑張ります。ということで、それではバイバイ。スタバ絶対に忘れない。スタバのまず営業時間を調べます。配信終わったらビョムービー撮ってスタバの営業時間調べて自主練頑張ります。バイバイ。今日は終わり。配信頑張る。この後お風呂も入るよ、ちゃんと。おやすみ、またねー。